さあでは改めましていきましょう。攻略に向かうぜ。まずはしか行かなあかんよね。龍順、龍の盾、龍順だいぶ強なってますからね、うちのメンツ。えらい食らった。より楽ですよ、前回動画よりも全然楽でバシバシいくからね。回復もしましたから。はい龍順すー。いやー強っ、いいぞうちのメンツは。おお、馬謖だけではないということを思い知らせてやる。そうは言っても迷子迷子は嫌やからな。しっかりいきましょう。あれ絶対くっせえなー。いやまああれなんよ。何探しに来てたんやったっけ。何やったっけ、欠板状や。そう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 、もう忘れてるわ。オッケーオッケー。全くもってここはもう何にもないですもんね。行くだけですよね。ナイス。はいゴリッタ、はいゴリッタ、場所食った。いや強い強い。やっぱ初めて入ってきた時より明らかに強いぞ。めちゃくちゃ楽になってる。すごいすごいです。はい、東へ3つくぐる。東へ3つ目の門を3つくぐる。おーるいこら、数が分からんようになんねん。マジ敵出えへんようにしよっかな。なんか術ありましたよね、あの煙と同じような術。うわあマジか。まあまあやられるわ。強ー、すごいなオールイ。たまにねほんま来るんで、これこれで忘れんねん。マジやばいから。でも宝箱の手前やから分かりやすいはずやねん。ちょっと待って、まず超魂胆もそんなないからなあ。そっか超飛あかんわ。あれ満タンやったら死なないぐらいの感じなのかな。結構食らったけどな。家も回復しておこうか。多分12、あじゃあこれやで123でくぐって、これくぐった扱いなのかどうかわからんけど、まあとりあえず3つ目くぐるやからもう1個いくんかな。そこなんかふわふわしてるな。もう一個行くような気もするな。くぐってないもんね今。3つくぐるやからな。いやまあいいや、とりあえずこれ次奥に壁が見えたらその手前を右に曲がんねん。左も行けんのかもしれないですけど、宝箱とかあるかもしれんけどもういかん。とりあえずその階段までたどり着けるかを試してみないと何とも言えない。とりあえずまずは確かめたい、答えが合っているのかどうかを。よし行った、しまんだ。よし行った、よしオッケー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 。来た刀剣、刀剣ホーム、刀剣魔法やってくるよ。削って。馬謖空振り寄ったっぽい。よし、いったと思うけどね、これ。この感じは。まため、なんこれ。なんこれ。音量。うおう。うおう。乗るタイミングにもよるのかな。もう確定かな。なんか体が回る床というか、ドラクエ3とかであるようなやつに見せかけて自動で動く感じなんですよ。カンカンカン。強制的に生かされる感じ。まあまあ、もうそれは言われた通りも行くしかないですよね。よし。総攻撃じゃ。 S やるね。はい、消せた。もう一個ぐらいレベル上がるんじゃない？こんな感じで戦ってたらいいですよ。もう生かされるがままやで、これ。来た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 、なんか来たわ。いや、もう宝箱もうええでしょ。スルーでええでしょ、もう。いいと思う。まあ、雑魚戦をもっとやりたいけど、まあ、余裕があればやろうか。なんかアイテムさえ取れば、あとはもうウロウロしてもいいんやからね。来た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 。絶対そうよっしゃー、やったー、嬉しい。じゃあウロウロしようか、ちょっと。変えるのもったいないし。うわ、嬉しい。やりましたー。そんな大事なもんないやろうけどな。オーケー。ドリューの剣より強いもんはないやろ。あの宝箱はこっちからしか取れないってことね。逆に変えるのもだるいっすね。もういや、でもちょっとまあいいか、気にはなるけど、左側なんかあったのかなとか。多分なんもないっすよね。左は多分なんもない。壁があるだけやね。よし、レベル上がった。よし、下作の経緯、ほうとうだけが覚えた。強くなっていくお前たちが心強いわ。素晴らしい。もう馬謖とかが外れることはないですよね。まあでもほんまやったら、その馬長やったっけ、馬長に期待やな。剣使いやったらバー系やからさ、あるよ、ほんまに。かっこいい武将やったらいいな。武力高いのは絶対間違いないから。もう武の暴力というか押し切りたいな。火力で、物理の暴力で。こら、ナイス。今の弓の音です。宝箱ありますかね。そこに1個見えている。いいか、もう。ナイス。もう5、6時間痛いっすわ。じゃあレベル上げしたいわ。楽しい。めちゃくちゃ楽しいっすやん。俺こっからしか入れないパターンあるかな。これでもし下に行ったらほらこう、そうですか。っていうことはこっちから起き折れて右に行く感じかな。いい、バチン入ってる。ナイス、空振った。オッケー、ええもんでもないでしょうけどね。金銭、まあまあその辺やろね。いいか、帰ろうか。なんでこんなところで楽しんでるのかよくわからないですけど、いやまあ楽しいんですよ。ちょっと強くなってきたっていうのもあってすごく気持ちよくて、上にも宝箱あったけどね、ちょっと下も行ってみましょうか。出た、ボール。こいつ強いぞ。やられてんぞ、何回も。こいつはマジ何回もやられてんぞ。しっかりとどめを刺せ。魔法やってくっからな、マジやばいから。俺来た、消費耐えた。っていうか全員にやりよって消費以外は食らわんかったっていう状態ですね、今のは。助かった。よし、オールインも同類やこれ。よっしゃー、消費回復してあげよう。ちゃんと経験値ももらえてる、嬉しいな。あ、こっちサイドなんもない。なんかスカスカのスカチューンですね、こっち。音量版みたいなやつもないっすね。おい、ちょっとめっちゃ楽しみやんこれ。そろそろやと思うんすよ、武器。鋼からもう一段上手に入んのは。いやマジ楽しみやな。強えの欲しいな、強えのよ。かさあ、ほな帰りますか。宿地で行くかまんま帰るかですけど、せっかくやったら戦いながら帰ろうかな。楽しくてどんどん強くなっていくじゃないですか。しかも嬉しいのが、ここでのレベル上げが次に仲間に入ってきたやつに影響するってことなんですよね。まあおそらくそのもっと強いやつが入ってきた時も、これ劉備軍全体のレベルアップやから、それも劉備軍全体の底上げなんで、これはだからね、全員強くなっていってるんですよね、これ。そこがいいところなの、たまらんとこなの、気持ちいいとこなんですよ。ほっといたらね、もう後で仲間になるやつも強くなっていくのよ。だから全然レベル上げが無駄にならないの、これ。しかも例えば上限があるタイプでもないから、上げまくることもできるの。それも気持ちいいとこなの。ことずくめなの、これマジで。このゲームはレベル上げに関してしまった。はい、さすがにもう帰ろう。宿地の刑、ワオワオワオ。さあここでいいんですかね。さあシナリオ進むよ。お、欠板状を手に入れて参られたか。ならばわしも馬長を説得してくるとしよう。いった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 、帰ってきた。馬長がお主らに会いたいと言っておる。早速花房館に向かうがよかろう。うん、どこそこ花房館。ちょっと待ってよ。地図見る？花房館、成都城、洛城、越春城。うわー、遠いなー。めっちゃいっぱいあんな。ちょっと待って、花房館なんてないからな。常陽城がある。北寒中城を目指してみるか。花房館。これか。ちょっと待てよ。バトルになる可能性はあるやろな。軽めにでも回復していった方がいいでしょうね。力を試させてもらおうかみたいなパターンは、まあ、全然ありえる話。むしろないとおかしいぐらい。 OK。 銀線の刑来ない。これ馬長？あ、来た。理解から話を聞いた。じゃあ理解してるはずやな、お前は。しかしまだ劉備を曹操打倒の名手と認めるわけにはいかん。この俺を倒してみ。来たー、来たわ。おお、馬長、馬隊。馬長、馬隊。ちょっと一回武将を見てみようか。来た、武力。やりかー。炎熱の刑、動線の刑は大丈夫やな。やりかー。こいつも強え。すごいなんかシェフみたいやのに味一問目の人やん。でも230強いな。こいつも仲間になると考えた方がいいな。まあでも馬長を叩きます。まず一気に炎熱の刑、やられる前にやる。いやおー、よし。義援が520。いや、まあもうこんだけ削ったらもう大丈夫やな、正直。馬謖先生もいますし、やるね。馬謖先生やっちゃってください。よし、ナイス。馬隊、うわ強っ、強い。張飛が張飛が張飛が、みんな張飛だけ集中するのやめてあげ。張飛は自分で自ら回復だ。馬謖先生よろしくお願いします。こちらは馬隊を叩きます。馬謖苦戦、なめてんじゃねえぞこら。おお、めっちゃ回復する。よし、馬謖先生、あ、とどめを刺し切れていません。馬謖先生、先生ともあるお方がこのようなミスを犯されるとは。待ってください。こういう形でいきましょう。馬謖先生は炎熱の刑を全体にいきます。これで馬長を葬る。よし、効いてるよ。全然普通に効いてる。ナイス。空振った。味1問目。ナイスだー。怒りの張飛、とどめ刺しきれず。よし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 。オッケー。全体が強いな。単体やったら900ぐらいやったのに、全体の時このダメージやから効率的には全体の方がいいですね。ただやりなのよな。ちょっと残念だな。まあ義援交代はしてもいいのかなって感じですか。馬謖先生は外せない。おお、めっちゃくれる。恐れ入りました。劉備軍の力がこれほどすごいとは。それほどの力があれば曹操打倒も夢ではありますまい。どうかこの馬長も威爆の一人に加えていただきたい。片付けのを存じます。よし、馬隊も組んでろ。馬隊、その横馬隊な。お前も組んでろ。馬長の、あ、いとこなんや。それがしも劉備様は我らが主と仰ぎたく存じます。よし、来い来い来い。入ってこい入ってこい。なんかもっとみんな使う場面ないんかな。かわいそうですね。こいつらも使ってあげたい。ここは花房館、不水城の北東にあります。これどうすればいいんやろ。仲間になったはなったけど、不水城の北東になりますって、一回戻らなあかんのかな。何をしなあかんかもう忘れてんねんな。この花房館を北に行くと傭兵館です。館がすごいな。長司様ありがとうございます。でも龍将様も漢中軍と同じひどい政治をなさいますわ。うわ、評判悪いわ。龍将も評判悪いぞ。やらなあかんな。漢中の主長老、なんちゅう名前ね、長老、この漢中を早々に献じようとしています。早く阻止してください。そして休んじさせてください。休んじてください。ちょっとよくわからないですけども、何をしたらいいのかが。一回戻りますか。これもうちょい行きますか。守っとんないようこう。ここからは漢中の地。貴様らを通すわけにはいかん。ああそう、なめてんじゃねえぞこら。いやまあ楽勝やと思うけど、怖いなこいつやな。早めに始末しておけばそれほど怖くはないだろう。用心、用心だけには用心せえよね。地味に削って定銀やん。よし入った。おお効いた。うわ激面の手や。攻撃できん。ほら激面の手、これ敵面効いたわ。次はいけますよね多分。強いねー、本当に。うわまだあかんねや。マジで何やってんの。やる気が激面してんのよ。あたたたたた、痛い痛い。何ターン待てばいいんやこれ。嘘でしょ。ちょっと全員魔法でいく。激面の剣の効力が切れた。よしよしよし。激面の剣まずいよ。よしナイス。地味に削って、あいつには入りにくいですからねおそらくね。あとはもう物理系やろうから、用心だけ用心しとこう。よしいったいった。ほら定義。うわ強い帝国銀行。ナイス。うわー効いた。めちゃくちゃ効いた。倒せんちゃうこれ。馬謖先生があと出ていってくれたらいけるね、いけるね。馬謖先生お願いします。おらー、手首のスナップがすごいわ馬謖先生は。いや食らうな、それなりに食らうな。炎熱の経緯いいよ。地味なダメージ。傭兵、水戸傭兵、おっしゃ消費。これはもろだな。あとは馬謖先生がとどめを刺してくれる。ナイス。ってって馬食先生任せますと。甲虫弓でまずは倒す。残り2000、義援が入って残り1650。やっちゃってください馬食先生。スナップがすごい。おーさー、よし、ますます馬食がもう耐熱の経緯覚えたよ。小魂胆落としてった。ここでも何守ってんだよ。見てください、これ何守ってますか。何にもなくないこれ。何なのここは。ここは傭兵館です。傭兵館は何をするところですかこれ。金がすごい、11万ありますよ。寒中へ入るには蜀の参道と呼ばれる険しい山道を通らなくてはなりません。あ、参道へ続いてるのかな。はあ、勝手に行きまくっていいのかな。帰らんでいいのかな。まあでも今んとこまだ帰れとは言われてないですけどね。ちょっと待ってよ。馬長と義援がそんな変わらんからな。北にあります、北にありますって言ってるけど、傭兵館のずっと北にありますって言ってるけど、そこから山道に入るって感じですかね。それ、その右のところから。多分そうやね。オッケーオッケー。じゃあまあ次回こっから行きましょうか。